旅人タランは、アメリカの作家ロイド・アリグザンダーによる、ファンタジー小説。1967年刊行。プリデーン物語前後部作の、第四巻、リールの城の冒険でエーロヌイを救い出したタラン。エーロヌイに好意を抱きプロポーズしたいと思っているが、王女である彼女に対して、自分の出自が不明なことから思いを告げられずにいる。そして、タランは、 自分の羊を探るために、彼の友人、ガーギと共に旅に出る。冒険の途中で、タランの父だという男に出会ったり、剣や布折り、陶芸について習う機会を得る。タランはエーロヌ家の愛を実感するが、自分の羊の謎がどうしても気になり、ダルベンの許しを得て、ガーギを伴って旅に出た。まず彼が目指したのは、モルガーノヌ町で、三人の魔女に尋ねることだった。 しかし彼女らは取引を拒否し、その代わりに、フルーネットの鏡という言葉を口にする。彼は、スモイト王のところを訪ねて、次の旅に備えようとするが、そこで、彼の支配下の武将の揉め事に割り込んで解決する。スモイト王は彼に、息子にならないかと持ちかける。彼はここで出会ったフルダーと共に再び旅に出て、そこで河津を拾うが、それは、実は魔法をかけられた。 通りだった。彼から話を聞いて、妖精族に魔法をかけることを可能にした、魔法使いモルダと出会い、打ち破る。さらに進んで、そこで、ならず者集団のドーラスと出会い、戦って負ける。さらに、旅を続けて小さな谷に住むノーミンクラドックと出会う。話をするうち、彼はタランが、自分の息子だという。タランは旅を終え、彼と共にその谷で生活を始める。 しかしその冬、事故があり、彼は命を落とし、その時タランが息子だというのが嘘であることを告げる。彼はこれを機に、探索の目的を変え、自分の生き方そのものを求めることとする。フルダーの勧めもあり、彼は、様々な職人たちが住まう自由、コモット人のところへさすらい人を名乗って向かう。彼は、まず何でも広いもので生活するフロニオに出会い、しばらく生活を共にする。 彼のやり方が分かったところで、それが自分の求めるものではないと判断。次へ移動。そうして彼は次に、鍛冶屋のヘフィズ、旗織りのドイバックのところへ赴き、弟子入りしたものの、それらも彼の求めるものではなかった。それでもそれによって、自分の剣とマントを自ら作り上げた。次に彼は、東高の安藤に出会い、これこそ自分の道と考える。 しかし、計算の結果、自分にはその才能がないことを思い知らされる。アンローは彼に荷物の運搬を頼み、そこで彼は略奪者として再びドーラスに出会い、村人を指揮して、彼の率いる集団に反撃、これを打ち破って村を助ける。同時に、そこでフルーネットの鏡について聞き、それが洞窟の奥の水たまりであることを知り、そこに赴く。彼が見たのは、 単なる自分自身の姿だった。彼はそれで自分の求めたものを得たのであった。ありがとうございます。